よもやま話第212話、常福寺のアイス。これは常福寺住職熊崎善丈さんのお話を中心にまとめたものである。信州西派竹林山常福寺の先祖は、九州臼杵熊崎の郷の守護家地頭であったらしい。たまたま隣国との教会の争いに負けて、永仁3年8月、家臣一族10人ばかりを従えて本州に逃れてきた。はじめ比叡山に登り、天台の教えに帰依し、その始終は後に美濃の国、白山中宮長龍寺を経て、昭安2年3月3日、小川村静物に来住、天台の道場を開いた。下入りの滝口は元川尻姓、川尻は熊崎家の一の家老であったから、近代まで正月の元日には武士の習俗を守って三つ重ねの支配で杯を取らせるのが恒例とされた。鹿の水の熊崎家の祖は一旦主流を離れて斎藤道三に組みし、帰化16人衆の一人として活躍した。しかし、道三が信長と戦って敗れるに及んで、ひずもに落ち、次の代に鹿の水に移り住んだと言われる。ひずもの天台の道場は野の尻にあったが、竜禅の代に熊野権現を勧請。昭平14年5月2日、道場の鬼門にあたる現在地に神社を創建した。第8世上本は文亀元年6月15日、本願寺旧世、実女上人の時、本願寺に転宗。本願寺13世、良女上人の時、竹林山、常福寺という寺号を受けて今日に至った。常福寺が出雲を出て岩切に移ったのは第6世、雄世の時、寛永6年9月のことであった。試みにその道具の歴史をたどってみると、山門は享和元年、金堂は文政3年、本堂は弘化4年となっている。棟札によると、本堂を手掛けた大工は、飛騨の匠の流れを組む道村という道宮大工で、当時としては珍しい千枚板葺きに作った。だから、草葺き屋根の棟を低く切り裂いて吹き替えても、まだ勾配が強いといった他の寺の本堂とは様子が違っている。寛永6年、常福寺の岩入への移転。さらには、その後、ほどなく、孟子堂という小さな祠が、熊野権現の当期間の鎮座の場として増立されたことは、小川村の集落の移り変わりを、はっきり物語っているように思われる。孟子堂とは、熊野権現を音も孟子堂という意味と言われ、冬から88夜までは、ここに鎮座されるのが例であった。棟札によると、寛文5年、元首、小川村海津、住人、黒右衛門と見え、その裏に、この御社殿、ひずもの権現、当地にて毎年御主を新城候ところに、造建し、建祭り候なり、と書かれている。熊野権現は本来、天台の道場の守り神として勧請されたものであったが、浄土真宗の一物一体の祝儀によって分離され、それ以後は、小賀越家が常念医として代々奉仕してきた。昭和になって山仕事に従事する人たちが、出雲に移り住むようになると、孟子堂へ神をお迎えすることは無用となり、孟子堂に参詣することもなくなっていった。今日、岩切の北外れ、脇ヶ越橋の手前で、山道を右にとって
川に沿って一足遡ると、生い茂る雑木の中に一部の祠が川に面して立っている。伺い見ると、中国の申し出ないかと思われる木造一体が配される。孟子堂を300年にわたって守り続けてきた小貝付の当主、正六氏は、現在、中津川市坂本に移り住んでおられるが、おそらくこの孟子堂は、孟子堂の名にちなんで、用済みとなった祠に正六氏が祀られたものであろう。孟子堂は、伊藤正六氏が小川を去られたため、大昔に帰って再び上福寺の管理のもとに置かれ、訪れる者とては上福寺の方々以外には絶えてないように思われる。正六氏の切なる思いをひしひしと感じながら、孟子堂の宮が人々の心に復活する日の来ることを祈らずにはいられない。上福寺にも川老にまつわる伝説があるが、その顛末はおおよそ次のようなものである。昔々のこと、上福寺の前の畑の木売りが夜な夜な何者かによって盗み去られた。ある夜、住職が物陰から見ていると、それは川老であった。あれこれ触ってみて一番うまそうなキュウリを選んで、川老が手を出して掴んだところを、住職はすかさずその手を両手でしっかりと捕まえた。命がけで川老が掴まれた手を振り切ろうとして頑張っているうち、スポッと川老の片腕が肩の付け根から脱げてしまった。古来川老の手は、左右通達といって、遠くへ右手を伸ばそうと思えば、左手は引っ込んでしまって、右手は2倍の長さまで伸びると言われているが、いざ命がけとなると、川老の手はバッタの足のように、ポロッと落ちて、難なく逃げおおせるようになっていたらしい。住職は川老の、ウリを掴んだままの、片腕を抱えて、キュウリ畑で尻餅をついた。それから数日経ったある晩のこと、川老が住職の枕髪に立って、片腕では不自由でかなわぬ。片腕を返しとし、その代わり金の玉一つと薬種二種を教えて信ぜる、と言った。住職は片腕を川老に渡して、引っ替えに金の玉と川老のアイス、喘息と二種の薬の製法の伝授を受けた。喘息湯の方は、クレンピ、海人草、肝臓など。海人草を入れるわけは、海中の幼虫は心臓や喉を破って入っていく。それが喘息の元になるからだとされている。川老のアイスは、家切り、三前三後の病気、神経痛、打ち身など、薬効は万病に及ぶほどである。これは、重湯で飲むこと。ただし、打ち身には、冷酒が良いとされた。その製法は、薬事法が出てから、製薬のことが、やがましくなって、岐阜の篠田が預かっていったので、現在、上福寺にはないが、そのあらましは、次のようなものであった。秘伝の7種の草をはじめ、いわゆる百草を5月5日の節句の朝、まだ梅雨のあるうちに採集して、陰干しにする。それを池の中に浮かべた、釜に入れて炊く。これは灰になることを防ぐためである。できた炭を粉末にし、鹿の骨の甲を加え、最後に問題の金の玉を少し削って入れる。
この妙薬の製法については、一子相伝というしきたりが厳に守られた。常福寺のアイスはよく効くということで評判が良うて、大正年代まで寺男が薬を氷に入れて、郡上一円、お金薬をして回った。常福寺の薬はだんだん効かんようになったが、金の玉は減ってまって、上を転がすだけになったせいやろう。なんていう、もっともらしい噂を立てるものがあったのも、その頃のことであったろう。世に、常福寺の瓦楼の金の玉と言われるものは、実は、金の玉とはおよそ似てもつかない、見栄えのしない珊瑚礁の直径10センチ、厚さ3センチばかりの、丸くて平たい石に過ぎない。これについてのご隠住の説は、祖先が九州を出離れるとき、敵の恥ずかしめを受けることを恐れて、代々の墓石を沖に沈め、せめてもの記念に、墓床の玉砂利を一つだけ持って逃れたが、珊瑚礁の石を所持することによって、なおも身元を追求されることをおもんばかって、このような伝説を作ったものと思われる、ということであった。今から235年前、元文5年の木地屋の本山ともいえる、近江の国小倉の庄の筒井公文書の宇治小狩町、つまり貴府台町に、鹿の水山、坂本山と並んで、小川、小谷、木地屋として三人の名前が見えている。その後の台帳から見ても、小川が有数の木地屋の活躍舞台になっていたということが伺われる。宇治小狩に回る人は木地屋を訪ねて相談に乗ったり、寄付金を集める傍ら、アイスという漢方薬を見合いにしたということが分かっている。また、瓦楼伝説、特にその前腕菓子伝説は、どうも木地屋がもたらしたものらしい。こうなると、あれこれ考え合わせて、常福寺の瓦楼伝説にも、これら木地屋の影響が何がしかは及んでいたかもしれないという、憶測もしてみたくなる。